山形昇先生です。よろしくお願いしま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 す。テーマをですね、大きく大のあさりと持ってきてまして、木村さんは廿日市生まれ廿日市育ちですけど、大のあさりというのはおなじみの、はい、もちろんです。逆に平尾さんはどうですか。いやいや、ごめんなさい、僕ね、初学担当させてもらうまで正直ね、知らなかったですよ。山形さんどう思いますか。大のあさりを知らないというのはちょっと、ね、すいません、ちょっとこれですね。ちょっとこれですよね。明治時代からあったそうでね。あ、歴史があるんですね。古いんです。昭和24年に浜木漁業組合が設立されたということで、初代からもうずっと数えまして、私がちょうど10代目になるんですかね、うん、常に150人前後の組合は今現在でもおると。 8.8 という干潟がございまして、東京ドームが2個分ですかね。そこで皆さんと一緒に区割り方式で組合員にお貸しいたしまして、それをずっと守っておると。広いその漁場自体を分けて使ってらっしゃるんですね。そうです、そうです。区割りをしましてですね、もう台帳もありますし、ね、全国で珍しいんじゃないですかね。ちょっと一番向こうの図面、図面、それです、それです、それです。見えますか。はい、なんとなく区分けされてる絵が見えるように気がします。引っ付けたら見えるんじゃないですか、これ。おお、はい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 、はい、これ海がこうやって分けられてるってことですか。こちらが宮島側ですよね、はい、また今この辺におるんです。上の方に。これでこっからこういう磯が全部こうありまして、四角な磯、長い磯いうのはね、名前がうっすらと見ると思うんですが、こういうふうに分けておりますからね。すごい。もうですから組合員がそんだけ海の山の畑と同様一生懸命、なかなかこういう図面も持ってないと、他の組合は、うん、視察団というんですが、広島県でもご承知方も、あ、こちらの方はあまりアサリのことをご存じない。そう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 、知らないですよ。広島に降りながらどうもその辺がね、もうね、信じられないですよね。知らないんですね。全国から注目の的にうちはなってるんですよ。それもあって、その GI ですか、その地理的表示保護制度の対象になったんですよね。まだ新しいんですよ。昨年の12月の10日。これだから夕張メロンとかそういう感じで、その夕張メロンね、ものに対して地名をつけていい、いいっていうことなんですね。それを守っていかなければいけないってことなんですね。国が保護してくれるということですよね。大野アサリといえば、もう広島県廿日市大野のアサリだということで保護している。ですから、よそのアサリが大野アサリという地名をもう名前は付けられんと、もうダメですと。もうアサリを食べた方は知っとると思いますが、知らない方は全く知らない。まあね、全く違いますもんね、やっぱね、大野アサリは。そう、大野アサリの特徴として山形さん、はい、あれですよね、手掘りっていうのがやっぱ重要なんですよね。つくとこついてですね、あなたはやはり差が出ますよ。すいませんね、食べたことない人間は。これでいいし、掘りながら一粒ずつこう割ったアサリを、下もう閉まっちゃうんです。カメラにこうアサリを近づけてもらっていいですか。これですよ、平尾さん。わあ、身が大きいですよね、やっぱりアサリにしても。ああ、
大きいなって思ってこんなっすよ。手彫りにするところの良さっていうのは山笠さんどの辺にあるんですか。気がつきましたねそこなんですよ。はい、どの辺ですかね。少しずつ掘っていきますよね。これが、このアサリが砂の中にあります。これが砂の中で開けとるんですよ。音がするから自然と詰まる。砂紙がなくなる。一気に機械というんですか、ジョレンというんですか、網というんですか、それでやるとザッとやるから、そのままパッと砂を噛んだまま蓋をしますので砂紙が多いと。それとこうやって掘りますとね、酸素ですか、やはりそれも海にとっては非常に、アサリにとってはいい、非常にいいと。それから土もやわくなるので、アサリもじっとしておりませんので、上がっては下がっては、上がっては下がっては、ちょっとこのぐらいは動くんですよね。そうなって身も肉厚になってよく育つ。掘っては一つバケツに入れる。掘っては、あ、これは小さいから置いとこう、大きいんだけど取ろうというんで、皆さんが潮のいい日に座っておじいさんおばあさんが出ていただくということで、あの大のアサリを愛していただいておると。これはね、廿日市の学校給食、全学校廿日市館内アサリのむき身なんです。これが食べられるんですよ。すごいですね、小学生羨ましい。廿日市の市民だと食べられるわけですね。そうです。ああ、たかがアサリかと思うかわからんが、このアサリには組合員の情熱と愛が入っておりますからね。一粒ずつ取るいうことだけはね、もうこれはなかなかできないことですよ。コロナということが2月ぐらいでしたかね。まずはこの料金を上げまいと。それから組合員がコロナになってはいけない、そして密になってはいけない、濃厚接触も受けられるということに気がつきまして、漁獲の制限と、制限ももうこういう事態ですからね、だいたい5キロあるいは3キロぐらいにしてほしいと。大野アサリ自体 の、 その売り上げというか需要みたいなものがやっぱ減りました。そこなんですよ。不安数が増えたんですよ。もう市内から岩国から他県からいっぱい申し込み電話、とにかくアサリが欲しいと、何とかしてくれるというのが4月5月6月7月ですね。もうたくさんお見えになりましてね、あのむしろ減ってないという方が正確な数字ですね。非常にいいアサリがありますので、ぜひともこのアサリをね、もう食べにおいでになってください。大野町と廿日市が合併したんだ17年でしたか、平成ね、平成17年の11月だったんですね。その時にはせや何回合併してもいうような気持ちもねございましたが、まあ今ではね合併してよかったと。その当時には2分3分したりしましてね、やっぱり気持ちの考え方だろう思うんですけど、やっぱりあの前向いて走ればね、もう後ろを 見ずに前を向いていい気持ちで走ればね、いい街になり、いいシーンになってくるというふうに私は実感しております。はい、前を向いて、いい話、いい話だ。